なパーマをかけるためにはお客様のヘアダメージを見極めることが大切なポイント。そのダメージの要因は大きく分けて2つ。1つは熱によるダメージ、そしてもう1つは熱以外によるダメージです。熱によるダメージは過度なドライヤーやカールアイロン、ホット系施術などによって髪に硬さを感じるダメージ。一方で熱以外のダメージはカラーやパーマを繰り返す毛先などにパサつきを感じるダメージが挙げられます。熱によるダメージヘアは髪がタンパク変性を起こしキューティクルが変形することで薬液の通り道が塞がっていることが考えられますので、パーマをきれいにかける前処理としてはセラミド系の処理剤で対応し薬剤の通り道を作ることが大切です。ナンバー3のトリシスの CE を使いセラミドを補給することが最も効果的です。熱以外のダメージヘアは毛先ほどダメージが蓄積されていますので、パーマをきれいにかける前処理としては毛先までの髪のコンディションを均一にすることが大切です。 BPT やトリートメントを使ってダメージ補修を行います。トリシス KL、KM、CO を使い髪の状態を整えることが最も効果的です。また使用アイテムは毛髪に対して負担が少なくリッチ形成ができるシステアミン系カーリングローション2コスメがおすすめです。